テクニトーンとは、松下電器産業が販売していた電子オルガンの商標。家電メーカーである松下電器が楽器を扱うようになったのは、人々が豊かになると高額商品の楽器が売れるようになるという創業者、松下幸之助の強い意向があったからと言われている。1970年代から80年代、松下はテクニックス音楽教室を展開し、 テクニトーンを日本ビクターはビクター音楽教室を展開しビクトロンを販売していた。1990年に当時松下グループの一員であった日本ビクターがビクトロン事業を終了することとしたためビクターテクニクスミュージック株式会社を松下と共同で設立し教室と電子オルガンをテクニトーンに一本化した。 2001年7月31日付で、ビクターテクニックスミュージック株式会社の株式65%を、ローランド株式会社が買収することを、日本ビクターとローランドが発表。同年9月7日に、ローランドミュージックスタジオ株式会社へ、社名変更され、松下は、楽器事業から、撤退、テクニトーンは、販売終了となった。教室は、 ローランドのミュージックアトリエを使用するローランドミュージックスタジオを経て、後にローランドが同社事業を承継し、2010年よりローランドミュージックスクールとして運営されている。ローランド浜松研究所に展示されているナショナル SX-601。ありがとうございます。